皆さんこんばんは、 NMB48 の本郷井沢です。皆さんこんばんはということなんですけど、また最近ね、私少しハマってるものがありまして、それがあの服の通販サイトなんですけど、まあ今ね、こういうコロナの時期でなかなかお外に出れなかったり、まあ出るのはできるけど、まあちょっとね、外に出るのが抵抗があったりっていうので、いろいろその探してる時に、あの今すごいたくさん若者の間で流行ってる TikTok っていうねアプリがあるんですけど、それを見てる時にすごいね、みんな同じ通販サイトいっぱい載せてるんですよ。この通販サイトめっちゃいい、この通販サイトめっちゃいいみたいな感じで載せてて、で一回気になって見たんですけど、その服の通販サイト、すっごく安くてですね、そのお洋服がなんとなんと1着500円とかすごい安くて、それでその他にもその服だけじゃなくアクセサリーだったり、日常で使えるものだったり、スマホケースだったり、もう靴も何ですか、カバンとかズボンも全部売ってるんですけど、まあ、この間ねその通販サイトで爆買いしてしまいまして、今それを届くの楽しみに待ってるんですけど、もう何よりね、そのまずやっぱ関西人ってそう安いっていうものに目がないんですよ、とにかく。だから私もその安くてかつ良くて、なんだろう、夏でも着れるとか、まず量何十個買えるか、でその買った中で値段を決めたりとか、ここまでで10個買えるように決めたりとかっていうのをしてるんですけど、まあ、そのアプリがね SHEIN っていうアプリなんですけど、英語で書いたらね SHEIN っていう書いてるんですけど、多分結構ね若い子は知ってるはずなんですけど、そのね通販サイトアプリがすごくすごくおすすめなので、これはねファンの方にもぜひぜひ使っていただきたいなと思ったので今日ご紹介させていただきました。私のお姉ちゃんもすごくハマってるので、皆さんぜひぜひ使っていただけたらいいなと思います。一緒にお洋服お揃いできたらいいなと思います。ということで本日もジャンレディ月よろしくお願いします。可愛い2人に癒された NMB48 のジャングルレディオ月曜日、オープニングはこの曲から。吹田市にお住まいのラジオネームガルゾーさんからいただきました。 NMB48 テンマートで選ばれし者たち。改めまして皆さんこんばんは、 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、6月7月担当の本郷井沢です。このジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NMB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。そしてこの番組は FM プラプラからパソコン、スマートフォンで簡単にお聞きいただけます。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできます。番組公式ツイッターもありますので、@JRO_ESFM で検索してフォローもしてください。詳しくはインターネットでジャンレディと検索してご確認ください。さて月曜日は私に加えてね、毎回2人のメンバーを迎えてお送りしていくのですが、今回来てくれたのはこの2人。はい、7期生の角野若菜です。よろしくお願いします。そしてはい、さつきあいかです。よろしくお願いします。お願いします。イエーイ、まさかのねこの3人が揃うなんて、はい、まあ今日はねちょっとアイピはねリモートで参加ということなので時差があると思うんですけど、よろしくお願いします。はい、ねえびっくり、こんな早くケンマートで集まると思わなかった。嬉しいです。ありがとうございます。ということでね、ありがとうございます、ね、はい、3人ともケンマートのメンバーですけどね、はい、普段いつもどんな会話してる、はい、へえ、どんな会話ですかね。でもなんかゆずのイメージ的には2人はすごい仲いいイメージがある、はい、はい、仲良しです。愛花がすごいツンデレなんです。ほらそんな反応全然うなずけへんもんな。そうなんですよ、ひどい。どう愛花、いや別に私的にはそんな仲良くもないから悪い、ほんまに悪い。そやったかバッチバチやん、知らん間に。なんかないつも一緒におるから仲いいんかなと思ったけど、喧嘩するほど仲がいいって言いますもんね。いやでもね、いつも癒されてますよ本当、2人には。本当ですか。なんかタイプが違うよ2人とも。若にゃんはなんかふわふわっとしてて、アイプはもう先輩に物おじせず何でも言うタイプなんで。いや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 、覚えてますか、ケンマートのね、
初日公演で、はい、小島かりんちゃんにね、大島さんって言った人ですからびっくりしました。伝説に残りますよあれは。本当舞台監督さんも褒めてましたからねあれに関しては面白かったです。めちゃめちゃはい、まあ、こんな感じで今日のねラジオもやってみてくださいぜひ。ということでね、先ほど紹介した選ばれし者たちですね、吹田市にお住まいラジオネームガルゾーさんからいただきました。伊豆ちゃん、アイピ、ワカニャン、こんばんは。3人はキュンマートで一緒になってから一気に距離が縮まったと思います。アイピとワカニャンから見た副店長のゆずちゃんと副店長じゃないゆずちゃんはどんな感じですかとのことなんですけど、どんなイメージ、なんですかね。でも、ゆずはさんはすごい普段から、すごい気さくに話しかけてくださって、嬉しい。もう私も気を使わずにすごいゆずはさんとお話できるので、はい、ありがとうございます嬉しい。ワカニャンはどうですか。なんですかね。でも最初副店長なんか緊張してはるんかなって勝手に思ってたんですけど、普通に話してると全然楽しく話してくださるんでめっちゃ嬉しい。よかったです。ありがとうございます。まあこのね今日のラジオも気軽にお話できたらいいなと思います。はい、はい、ということで今日この2人を迎えてお送りします。まずはこのコーナーから参りましょう。教えて NMB48。 ここからはリスナーの皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。それでは順番にめくっていきましょう。じゃあ私からいきますね。はいはい。福岡県にお住まいのラジオネームゴディバ504さんからいただきました。ゆずちゃん、わかにゃん、あいぴ、こんばんは。梅雨の時期はジメジメしていつまでも憂鬱な気分になりますよね。そんな時キュンマートの MV を見てジメジメした気持ちを吹き飛ばせて楽しくなりますね。キュンマートの MV で楽しかったことや困ったことがあれば教えてくださいとのことなんですけど、あの日風強かったよな。めちゃくちゃ強かったですね。寒かったですね。すごかったよな。なんかありますか。楽しかったことや困ったこと。みんな前髪がすごい割れてましたね間違いない。アイピだけメイクさんに褒められるぐらい固まってました。ほんまにすごかったです。風が来ても1個も崩れなくて、はい、そうなんですよ。すごいさすがやなって思いました。メイクさんのスプレーをしっかり借りてだってさ、はい、もう何回見れたい見れたいずっと、はい、そうなんですよ。ずっとさ前髪スプレー塗ってるからさそんなかけるすごいよな。すごい、風が強かったんで本当に、うん、それぐらい降らないと、もう絶対崩れちゃうぐらい、めっちゃ強くなかったですから。めっちゃ強かった。もうスカートめくりまくゆずはさんの衣装のスカートがすごいめくれてましたよね。そうそうそう、めくりやすい感じの生地ですごい、そう踊ってたら、はい、すぐめくれるから大変でしたか。そう、カメラこっち向いてないところでずっとこうやって押さえたりして踊ってる時も面白かったです。やってました他になんか楽しかったことありますか。楽しかったこと、あ、差し入れで、うん、パンをいただいたんですけど、はいはいはい、マネージャーさんから、そのパンが猫耳のパンだったんですよ。ね、もうそれが嬉しくて私は、帰ってすぐに食べました。食べたん、はい、楽しかったって嬉しかった。なんかありました、売ってましたね、はい。そう、私とマネージャーさんが歩いてる時に、ね、そうなんか見つけてたまたまそのパン屋さんを。はい、で、あれ食べたいですって言って、はい、でマネージャーさんはもういいよいいよみたいな感じで言っててんけど、はい、終わってから戻ったら買ってくださってて。もう本当にありがとうございます。ありがとうございます。言ってしまって本当にありがとうございます。ありがとうございます。美味しかった。で、美味しかったな。じゃあ次いきますね。はい、ラジオネームあいうえおさんからいただきました。7期生はツイッターも開始してそれぞれの個性もだいぶ見えてきました。 DD としてはさらに7期同期の関係性も知りたいです。先輩たちは同期の中で誰と誰がコンビだったりライバルだったりした時には不仲説があったりして楽しかったです。7期生もこれから活動する中でそういうメンバー同士のイチャイチャやバチバチやペロペロをたくさん見せてくださいね。 PS 私はアイピとアンジュがもともと同級生だったというエピソードが大好物ですとのことなんですけど、始めましたねツイッター。ペロ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 って何なんでしょうか。あ、情にしれいちゃんですよ、ペロペロはもう、はい、どうツイッターどうですか。ツイッターやったことなくて、でも最初慣れなかったんですけど、アイピの、アイピが言葉、ワードセンスが上手いんです、ね、選ぶのが、その、ワードセンスを盗んでツイートしてます、毎回盗まれてますよ
毎回ね。でもみんな上手やな、なんか使い方がすごい。あ、そうですか、うん、上手。いやいやいや、なんかもう、フリートって何やったんですよ、まず。ああ、確かに、そもそもね、ゆずもあんま正しい使い方分かってないけど。うん、もうなんかこう、ツイッターを始めることによって、こう、今までできなかったこととかができるようになったので、なんかこう、リアルタイムで時間を共有したりするのが、ブログとかだと時差があるじゃないですか。そうね。確かに。はい。だから、リアルタイムで、こう、ファンの方と、時間を共有できるのがすごい嬉しかったです、私は。わかります、めっちゃわかります。発信力もすごいもんな。はい。で、アイピとアンジュがもともと同級生だったというエピソードが大好物でした。そうなんですよ。そうなんや。知らんかった。はい。意外よな、そこが同級生。二人ともオーディション受けてることを知らなくて、お互い。え？受かってからね。え？やば、はい、私もそれ聞いてびっくりしました。二次審査、三次審査ぐらいの時に二人で知って、で、一緒に受かれたらいいね、みたいな。それで受かったんやろ、だって。すごいですよね、普通に。いや、すごいよ、本当に。すごい。いいですね。なんかそこの二人のバチバチも見てみたいですね。あー、見てみたい。仲いいからこその。そう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 。見てみたいですね。これからも注目したいと思います。私も七期生のツイッターに。ありがたい。じゃあ次ワカニャ行きますか。はい。はい、山口県にお住まいのラジオネーム野原慎之助之助さん。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。今まであまり口には出してこなかったけど、密かにもっと仲良くなりたいと思ってるメンバーは。うん、というお便りなんですけど、もっと、はい、そうね、なんか気になるメンバーとか、まあ、今だってここ2人仲いいやん、はい、じゃなくて先輩誰々と仲良くなりたいとか、誰々ちゃんと仲良くなりたいとか、ありますか、和歌にありますか。私は、うん、キュンマートの先輩方とか、うんうん、アイピとかもたくさんおしゃべりして仲良くなったと思ってるんですけど、悩みますね。いっぱいあるもんな、メンバーが。うーん。目がめっちゃ。でさっきアイピ聞いてみよう、さっきみたいな。ちょっとアイピ一回聞いてみよう。私、アンチュさんですね。ずっと、これずっとやってますよ。アイか。ちょ、何回か振られてるよな、アンチュさんに。いや、本当に。振られてるから諦めた方がいい。私ね、レッスン上で、あの、アンチュさん、アイピがアンチュさんにずっと、アンチュさん好きです、みたいな、言ってるの見てて、目の前で。アンチュさんが、もう分かった分かった、みたいな。早帰り、早帰り、って。そうなんです。流されてるんですよ。そう、全部な、流されてんで。諦め？気づき？私はずっと、本当にね、NMB に入ったばっかりの時からずっとアンチュさんに、好きですって言い続けてて、妹になりたいんですよ、私は、アンチュさんが。おー、すごいな、叶わぬ願いやな。血繋がろうとしますね。はい。で、これ、あの、今ここで話してることアンチュさんに知られたら、きっとすごいドン引かれると思うんですけど。聞いてもらいましょう。言おうかも、これはアンチュさんに。言いましょう。本当に。もう、NMB の先輩方の中で、私のことを唯一愛かって呼んでくださる方で、アンチさんが。珍しいな。はい、だから、はい、もっとアンチさんと仲良くなりたいなって思うんですけど、いつも、はいって感じで。だから多分近づいて来られるより、自分で近づきたいなと思うんですよね。そうなんですよね。これはおいおい様子見ましょう、二人の関係は。面白い。おいおい見ましょう。ちょっと様子見で。はい。ちなみに私はジョニー・シレイちゃんと仲良くなりたいです。ちょっとニヤニヤしながら今言ってましたね。やめよ。で、ワカニャ決まりました？決まりました。あの、ワカポンさんと仲良くなりたいんですけど。ワカワカコンビや。そうなんですよ。名前も同じだしってのもあるんですけど、ワカポンさんが、あの、私の好きなゲームをワカポンさんもやってるの？そうなんですよ。ワカポンさんのゲーム実況とかも大好きで、ああ、いや、見てんねや。そうなんですよ。一緒にゲームしたいなって思って。おー、いいですね。これは仲良くなれそうですね。はい、確かに。はい。じゃあ、ちょ、これはもう3人、ちょっと、おいおい様子見て、様子見てに。はい、じゃあ、行きますか。はい。はい、福岡県にお住まいの、ラジオネーム、ゴディバ504さん。はい。今、一番やりたい公演は何ですか？その中での一押しの曲を教えてください。おー。一番やりたい公演、一番やりたい公演、私は、
アイピは大阪魂捨てたらあかん公演に、うん、この前出てましたね。アンダーとして出演してたんですけど、私はまだ出演、うん、あ、してないんや。はい、してなくて、うんうんうん、でも公演ミルさんの考えたセットリストってことで出たくて、うん、その中でもウィンクの銃弾って曲がもう確かにね、あれいいな、ドンピシャで大好きで、うんうんうん、その曲で生きりたいセンター狙うやつみたいな、生きりたいってことはもう生きらせていただきたいなと思ってます。似合いそう、確かに。若にゃん良さそうですね、これは。アイピはありますか？私はでも大阪魂捨てたらあかん公演で、うんうんうん、もうフロンティアさん出演させていただいたんですけど、うんうんうん、まあ全グループ制覇するのが目標で。わー、ガチやん。目論見の出演したいなって思ってます今は。すごい、でもできそうですね、うん、みんなすごい成長も早いから、したいですね、楽しみにしたいと思います。じゃあ私はそれを見守る、ちょっと見守りますありがとうございます、はい、ということで今回はここまで。このコーナーでは私たちに聞きたいリスナーの皆さんからの質問を募集しています。メールやスマートフォンアプリ FM プラプラ、もしくはツイッターでハッシュタグジャンリリゲツをつけてお送りください。皆様からのお便りもお待ちしています。曲中のミックスが大好きです。 HKT48 さんで最高かよ。ハグって48。Twitter、Instagram、TikTok など世間で流行っている SNS。ここからはそんな SNS の中から世間で流行っている検索タグ、トレンドワードをピックアップして紹介していくハグって48のコーナーです。今回取り上げるタグはこちら。ハッシュタグ、ウマ娘。うん、はい、ウマ娘とはゲームアプリウマ娘プリティダービーの略のこと。皆さんこのアプリ知ってますか？はい、もう私はめちゃめちゃやってますさすがです。はい、ウマ娘は実在する競走馬の名前と魂を受け継いだ美少女ウマ娘たちが学園生活を送る中で日本ダービーや有馬記念などのレースに挑むという内容のゲームです。2016年に漫画の連載が始まり、2018年にはアニメ化。ゲームアプリは2021年2月つい最近リリースされたのですが、わずか2ヶ月で500万ダウンロードを超え、公式ツイッターのフォロワー数は今月で100万を突破しました。可愛いイラストはもちろん、豪華な声優に女の子の育成とやり込み要素たっぷりのゲーム。ゲームをしなかった競馬ファンの男性や逆に競馬をしたことがない女性からも注目のアプリです。リスナーの皆さんも一緒に検索してみてください。じゃあ今からスマホで検索してみますか。しましょう。知ってますかこのアプリ？アイピは私名前は知ってますね、うんうんうん、若菜がすごいやってて、はい、すごいめっちゃみんなに宣伝してます。マジなのにアイカが全然してくれじゃあしていきますか。はい、ウマ娘、ハッシュタグウマ娘。ウマ娘でもね、最近ほんまに流行ってるもんな。はい、だってさっきさ、はい、ワカポの名前出したやん。ワカポも大好きじゃない？らしいんです。この前お会いした時も、うん、ウマ娘やってるんだよねって、あ、言ってくれた。硬い優しい約束を交わしました。硬いどんな約束なんあ、でもすごい、なんかウマ娘って言ったらコスプレの方とかもたくさん出てきますね。はい、すごい、かわいい。その、うん、ウマ娘の中でも、うん、ガチャガチャがあって、そのキャラが当たる、うんうんうん、1ヶ月に 1,2 回そのキャラの更新があって、ガチャガチャの中で新しいキャラが出てくるの？新しい子が来たり、うん、その既存のキャラクターの新しい衣装だったりで、うんうん、もう余計盛り上がってますじゃあほんまにもう盛り上がる要素ばっかりなんや、はい、そうです。あ、そうなんや。でも私もね、お父さんがやってて、はい、なんかお父さんに紹介されたんですよ絶対やった方がいいって言われて やり方が分からへんくて全然。いや、分かりますよでもあのガチャだけ引かせてもらったことはあります。ガチャだけ、はい、ちなみにね、はい、私昨日お姉ちゃんが作ってたんですよ、あの、うん、ウマ娘のご飯なんですけど。これ知ってる人は知ってますね。そう、これスパゲッティ。アイピにも後で見せるわな。あの下にスパゲッティが引いてあって、はい、ハンバーグを3つ重ねて、でその上に生の人参を刺すんか、はい、そうハンバーグにぶっ刺すんです、はい、そうです。 それをお姉ちゃんが作ってました。すごい、めっちゃ高クオリティです。リアルです。もうめちゃくちゃ、お父さんが帰ってくる前までに作り上げたくて、すごい、そう2人でこれをこうしようとか、お父さんまだ帰ってきませんようにとか言ってずっとやってました。楽しいですね、めっちゃさて、こっからはですね、今回紹介したウマ娘をテーマにこのコーナーに参りましょう。勝手にランキング。
自分たちなりのランキングを勝手に格付けし、1番つまりキングを決めちゃおうというコーナーです。今回のお題はこれはハマったおすすめアプリランキング。先ほど紹介したウマ娘もそうですが、ちょっとした空き時間にスマホを触っちゃうことってありますよね。今回はそれぞれがハマったアプリをランキング形式で紹介していきましょう。ゲームでも SNS でも何でも大丈夫です。それでは私からいきますね。はい。まず3位パズニャン、2位インスタグラム、そして1位がドゥルル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 ルダン、先ほど紹介したお洋服の通販です。おー、はい、まず3位パズニャンなんですけど、はい、なんか猫ちゃんを育てるアプリなんですけど、そうなんか最初ちょっと捨て猫みたいな感じから始まって、はい、その猫をお家に持って帰って、はい、ね、育てていくっていうアプリなんですけど、はい、あのパズルなんで、何あのそう色と色を合わせて、はい、いっぱいなんかこのアイテムを集めたりとかっていうゲームで、そうあの個人的に猫を飼ってるので、はい、そうなんかすごい可愛いなって思いながら、そう育ててます、ゲーム内でも。そして2位がインスタグラムなんですけど、はい、これはねもう今リールとか、はい、なんかそういうなんやろいろんな、先ほど見てたように、はい、ハッシュタグでもいろんなね画像が出てきたりとか、そういうちょっとおしゃれな感じのお洋服が見れたりもするので、うん、インスタグラムはもう毎日のように見てます。便利ですね。はい。そして1位の通販サイトなんですけども、本当にこれはもうさっき言った通りです。もう以下同文ハマってます。もうねあのとにかく楽で、なんかお金も、まあ、支払いにはいかなあかんけど、コンビニとかに、はい、なんかわざわざさ買いに行って、はい、確かにその選ん で持って帰るのも大変や、お洋服って重いですよね。そうだからなんかやっぱお家でね携帯でパパパッと選んで、やっぱそういうすぐ支払いに行けるっていうのがすごいいいなと思います。はい、じゃあ次ワカニャいきますか。はい、はい、それでは3位はアモングアスですね。2位宅配ピザのアプリ。そして1位はじゃるるるるるるるちゃん、さっきも言ったようにウマ娘です。はい、3位がアモングアスっていう、なんなんそれ、あのなんか海外の方で人気、最近日本の方もやってるらしいんですけど、なんていうんですか、宇宙人狼っていう言われるアプリで、その人狼ゲーム足す鬼ごっこみたいなゲームで、すごっ、追いかけながら人狼を探すっていうゲームですね。新しいな。そうなんです。すごい。はい、で2位が宅配ピザのアプリなんですけど、これは隙間時間とかにもピザが大好きで、ピザを食べた気分になりたくて入れました。ちょっと待って頼まへんの実際には。頼まへんけど、はい、見た食べる気分になるから見てるだけ。はい、はい、そうです。なんかさ悲しいねんけど。悲しくないです。お腹いっぱいになるんで絶対になるんで。どう思うアイピこれ。逆にお腹すきません。間違いない。いやもう満足なんですよ、食べた気分になる、それ見ただけで。はい、はい、そうです。いやなんかさ悲しい、なんか食べてよ。ちゃんと頼む時もありますよ。頼む時もある。お家で頼んだりする。はい、ちゃんとお家で、はい、いっぱい食べてほしいですね。アプリ入れてるんやったら。そして1位が、はい、1位がウマ娘です。はい、このゲームはそのダウンロードできるようになって、私あのすぐダウンロードしたんですけど、私も最初やり方が分からなくて、一旦消しちゃって。そう、同じく。そうでもファンの方に勧められてまた、やってみようってなって、ちゃんとやったらほんまに楽しくて、楽しい。そうで7期生の子に勧めたら、あの平山舞ちゃん、マイティだけやってくれて、もうその2人で趣味を共有し合ってます。そうなん、はい、もともと知ってたんこの アニメは。いやもう全然知らなくて、ゲームから入りました。やっぱそういう方が多いと思いますよね。はい、確かに、はい、そんなに面白いんや。めっちゃもう見寝てくださいこの後。すぐに。でもなんかないろんな種類あるもんな、女の子の馬でもね。はい、そうです。確かに愛着湧きますねこれは。はい、というわけで次アイピーいきますか。はい、第3位第5人格、第2位荒野行動、第1位ルル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 ルアモンガス。ちょっと待って、かぶっとるやん。すごい。3位が、はい、まず3位第五人格です。何それ、第五人格聞いたことある。あのなんかこう鬼ごっこみたいなやつなんですけど、鬼ごっこいっぱいや、好きやな。ちょっと怖いんですよね。ホラー要素、ホラーじゃないんですけど、なんか音がちょっと怖いんです。ドキドキ音系か。
周りの景色もちょっと暗くって、でなんか暗号を解読するんですよ、うん、暗号を解読して、うん、その解読した暗号をゲートに入力して脱出するっていうゲームなんですけど、うんうん、あ、じゃあ脱出ゲーム的な感じか、うん、なるほど、うん、はい、でその間に鬼から逃げつつ、ああ、怖いな、でもそれ、ね、見つかったりしたら怖いんですよ。確かに妹がすごいハマってて、あ、そういうこと、ね、妹がガチなんですよ、うん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 、で私は妹に勧められて一時期やってたんですけど、うん、今ちょっと最近データが消えてしまって、おーおーおーおお、一回データ消えたらちょっと悲しくなって、うん、もう一回やる気にもなれず、うん、放置してますよ。なるほど。すごい。そして2位が荒野行動？はい。一時期ドハマりしてましたね。みんな好きやな、でも荒野行動。めっちゃやってました。うん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 。こう、ダダ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 って、めっちゃやってて。爽快感あるかな。打つやつやんな、はい。戦ったりして。あ、そうです、そうです。打つやつで。あれ、ゆず最初はもう、なんとまあ、怖いですね、すぐにやられてたんですけど、うん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 、だんだん、だんだん上手くなりました。すごいな。やるたびに、はい。めちゃくちゃ楽しいです、これも。で、1位が?1 位が、モンガースです。なんか、わかりが進めたの、いや、いや、あの、七期生の学びあんじゅちゃん、あんじゅが勧めてくれて、うん、私もやって、うん、で、最後にやらんとか言ってたくせにやったのが愛かにして。ハマって、絶対やるからとか言って、うん、やったら、ドハマりしたっていう。めっちゃハマってる。アモングアス。はい。最近めっちゃやってます。え、すごい。ちょっと入れてみよう、いつも後で。やったー。うん、やってみてください。うん、入れてみる。じゃあ、それではね、今回の3人の中でのランキングを決めましょう。はい、もう一回、アモングアスじゃない、うん、?2 人とも。そうですよね。アモングアス。じゃあ、ね、キングはアモングアスに決定しましたー。はい、以上、勝手にランキングでした。私が初めて憧れて、今でも大好きな人の曲です。渡辺真由さんでシンクロときめき。NMB48 本郷リザーのジャングルレディオ。抜き打ち SNS48。 ここからは SNS 上で目撃されたメンバーの情報を紹介していく SNS48 のお時間です。今日もたくさんのお便りが届いています。ありがとうございます。それでは紹介していきましょう、はい、まずはですね、福岡県にお住まいのラジオネームゴリバ5043からの投稿です。目撃メンバーはワカニャン。ほう。ある日のこと、カレンタンこと原カレンちゃんが髪型をハーフツインにしてると、今日の髪型めっちゃ可愛いです、ハーフツイン一番好きですとカレンタンを褒めるワカニャン。また別の日にカレンタンが三つ編みをしていると、またワカニャンがカレンさん三つ編み可愛いです一番好きですと言ったかと思えば、また別の日の、カレンタンがおでこを出していると、またまたワカニャンがカレンさんおでこ出し一番可愛いです。毎回褒めてくれるようですが、ワカニャンがいつも同じようなことを言ってくるので、もしかして嘘なんじゃないかという疑惑が持ち上がっています。ワカニャン、これってもしかしてカレンタンをいじってるんですか？いやいや、いじってないです。じゃあ一番が多いね。全部違いまして、もうどんどん更新されていくんですよ。おお、言い訳タイムやぞこれ今。いや、でもカレンさん髪の毛がロングじゃないですか、うんうん、結構長くて、うんうん、もうロングの女性が大好きで、私、うん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 、カレンさんの髪色も大好きで、うんうんうん、でロングの髪色の大好きな女性が、うんうん、その可愛い髪型してると、うんうん、もう更新されていく、どんどん一番更新されていく。やばいやん。え、常に一回目がハーフツインで、ハーフツインがめちゃめちゃ可愛かったです。うん、あ、可愛いってなって、二回目三つ編みで、三つ編み大好きで、わもう最高ってなって、で三回目デコ出しが、でもデコ出しも大好きなんです。全部好きや、全部好きなんですよ。もうもう本当早く定めてください、はい、好きな髪型。頑張ります。はい、じゃあ次若にお願いします。はい、新潟県にお住まいのラジオネーム牧野目さんからの投稿です。目撃メンバーは IP、 歌や演技、そして MC などオールマイティーに何でもできる IP ですが、最近グラビアで人気急上昇中の某メンバーである HY さんの話では、 IP は毒舌キャラもできるとのことでした、うんうんうん、どうやらこの HY さんが IP が毒舌キャラであることを AKB 新聞さんに暴露していたようなのです。
というわけで、アイピが本当に毒舌キャラなのか、本郷ゆずはさん教えてください。はい、はい、毒舌です。毒舌ですね。私も知ってます。AKB 新聞さんに取材させていただいたときに、さつきあいかちゃんは毒舌ですって話をしてました。いや、間違いないです。いやいやいや、なんでやねん。なんでやねん。もう6年ぐらいの先輩になんでやねん。さすがです。さすがです。 IP さんさすがです。本当に。いやいや、待ってください。どうな、毒舌のさ、あれはあるん、自覚は。ないです。ないんだ。もう天性の毒舌ですね。うんうん、めっちゃ笑ってますけど。でもそういうとこがいいなと思います。うん、絡みやすいし、すごい何でも言ってくれるから。話しやすい。うんうん、逆にね、いいですね。うん、ここまで来たらなんかもうずっと突き通してほしいもん、うん、毒舌を。このキャラを素ですけどね。めっちゃ無意識。皆さんね、あの公演の MC 中とかも結構先輩に突っ込んだりしてるので、うん、そこも皆さんぜひぜひ注目していただけたらいいなと思います。はい、じゃあ次お願いします。はい、大阪府にお住まいのラジオネームガルゾーさんからの投稿です。目撃メンバーはゆずはさん、はい、最近れいちゃんが一番気になるゆずちゃん、はい、れいちゃんの投稿には必ずすぐいいねをしてるのを見かけます。でもコミュ力お化けらしくなく、直接話すのは恥ずかしいらしい、はい、ということなんですけど。そうなんです。さっきも言ってましたよね。本当に最近なんかもともと可愛いのは可愛いんですけど、れいちゃんは可愛いです。最近なんかもうだんだん可愛いが更新され続けてる。本当に。ああ若いやんと同じタイプ。可愛いですよね。ほんまになんかもうインスタ私よく見るんですけど、インスタグラム、はい、もうね、見た瞬間に投稿してんね、何かを。ファンです。そう、だからほんまに20秒ぐらいでいいねすんねん。すごい。それぐらい最近そう、れいちゃんが大好きで、なんかめっちゃ、そう、めちゃくちゃ大好きで、はい、なんかね、もう見てたら可愛いんですよ。わかります。そう、でもなんか可愛くて、れいちゃんもちょっと人見知りやから、そう、ちょっとこっちも緊張して話しかけられへんくて、そう、今ちょっとチキってます。これをきっかけに話しかけましょう。頑張ります、ね、じゃあ話しかけれるように。はい、はいはい、ちょっと私もれいちゃんに積極的にお話ししていこうと思います。はい、さてここからは気になる月曜日ということで、私が気になったテーマについて送っていただいた皆さんからのメールを紹介していこうと思います。お、現在の気になるテーマは NMB48 の未来予想図です。じゃあね、それでは、はい、早速紹介していきたいと思います。はい、いきますね。ラジオネームリンカさんがです。ありがとうございます。ありがとうございます。私はさつきあいかちゃんにキュンマートの渋谷渚ちゃんと漫才をしてほしいです。わ、恋ラブ公演で一緒に MC をしたりしている2人の絡みが好きすぎて、面白すぎて、いつか見てみたいなって思いました。先輩にも突っ込める愛かなら絶対に面白いってことなんですけど。絶対面白いですよ。マジ、はい、いや、なんてこと言うんですか。アイピがね、物おじせずに誰に対しても突っ込める能力を持ってるんで、うん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 、漫才には絶対向いてると思います。あ、向いてるんや。やってほしい。いや、でも頭ずっと汗汗してますよ、私。フル回転、ずっとフル回転で、次これ言っていいかなみたいな。うわ、すごい。でもそうやって考えれるのがまずすごいよな。すごいですね。ゆずもなんか思ったことすぐ口に出すだけやからさ。私も考えれないですわ。準備ができてない、頭の、はい、それがすごいなって思う。いや、でも渚さんは本当にすごいので、うん、間違いない。いつも固まっちゃうんですよ、うんうんうん、なんか急にお話振られたりするとね、ドキドキしますね。渚さんからいつ何振られんねやろうって思いながら、ずっとマイク握りしめても分かります。すぐ振られても対応できるように、うん、はい、ね、いつか見てみたいな、これは。見たいですね。なんか前にさ、ナンバトル、はい、企画してる時に、そう、わらがあったじゃないですか、はい、あの時みたいな感じでね、あのアイピとなぎささん二人で漫才してもらいたいなと思います。期待しとこや、はい、期待しとこな。押しましょう、ね、押しましょう、これは。はい、じゃあということで次に行きますね。松原市にお住まいのラジオネームジークさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。7期生には妹さんが多いから、また何人かメンバーの妹さんが加入すると思います。メンバーにとっても〇〇ちゃんの妹さんなら寝首をかかれない
とホテルの一緒の宿泊なども安心できるし、大体の妹は姉の後を追いかけたくなるものです。私自身も今は兄弟で同じお店で働いています。もっと未来にはメンバーの娘さんやお孫さんが NMB に加入してくれたらこんなに嬉しいことはありません。お孫さん、お孫さんってもう何年先の話何十年よね。ね、先すごい先まで考えてます。でも確かに多いね。確かに、もともとその誰だ、城西圭さんの妹で城西玲ちゃんが入ってきたりだとか、はい、中野玲奈さんの妹で中野未来ちゃんが入ってきたりだとか、はい、山田奈々さんの妹で山田すずちゃんが入ってきたりだとか、はい、そういうのがすごい多いんで、だからなんかね、なんかライブとかでもよくさ、はい、あるやん、兄弟姉妹の絡みで、ね、そうユニットしたりとか、そういうのもね、もっともっと私たちも見てみたいなって思ってるので、これはぜひねまた入ってきてほしいですね、はい、妹いる？私は上にお姉ちゃんなんですけど、アイカが妹おる？私妹あ、じゃあもう声来るんじゃない？ちょっと期待を来るんちゃう、来るんちゃう、これあの進めといて妹さん、分かんない、8期生ぜひ入ってきてください。おしましょう。ぜひぜひお願いします。じゃあ次いきます。福岡県にお住まいのラジオネームゴーディバ504さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。2031年ついに NMB15 期生が加入し、一番先輩で最年長の隅野若菜さん28歳が後輩にいじられながら頑張って NMB48 を引っ張っている。口癖は唐揚げ食べたいにゃーごわらゴミそんなんじゃないですよ。28歳でにゃーごもう年齢まで決められてましたすごいな、てかめちゃくちゃ未来のことやなって。すごいですね、15期生、28歳、何年先かちょっと計算ができないんですけどすごいね、28歳やってわかんない、8歳まで残れるようにう、ね、残りたいですね頑張りたいと思います。すごいな、これはぜひ見てみたいですねあの若にゃんが頑張ってNMBの先頭に立ってずっと引っ張ってるとこを見てみたいなと思います。私も楽しみにね、またまた皆さんぜひね送っていただけたら嬉しいなと思います、はい、引き続きもっとねメッセージを募集していますので、ぜひ NMB48 未来予想図についてお便りをお送りください。以上、本郷ゆずはの気になる月曜日でした。夏になると聴きたくなる曲、男女の甘酸っぱい歌詞にも注目してみてください。ししゃもさんで君と夏フェス。エンディングのお時間です。皆さんいかがでしたでしょうか。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、さてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。教えて NMB48 では私たちに聞いてみたい質問を大募集しています。また皆さんが SNS で目撃したメンバーの投稿を送っていただく SNS48 へのお便りもお待ちしています。現在募集しているメンバーについては番組の公式 Twitter とブログをチェックしてください。そして気になる月曜日のコーナーでは、現在 NMB48 の未来予想図というテーマでメッセージを募集しています。どんなメッセージでも構いませんのでお気軽にお送りください。その他番組でかけてほしいリクエスト楽曲やふつおたなども大募集。すべてのお便りの宛先はメールの方はすべて小文字で jro-mon@esfm.jp、 またはハッシュタグジャンレディ月をつけてのツイートもお待ちしています。番組ホームページのメッセージからも送れますので、詳しくはジャンレディで検索してみてください。はい、お二方今日はどうでしたか。楽しかったです。楽しかったですかやっぱり良かったです。アイピどうやった。いやーなんか安心します、やっぱりこのゆずはさんが来てくださって若菜もいて安心しますね。良かったです、そう言っていただけてありがとうございます。ということでね、そろそろお別れのお時間です。はい、今日はですね AKB48 チーム K さんのスクラップ&ビルドを聞きながらお別れしたいと思います。この曲